はい、こんにちは、りょうずです。前々回とですね、 Xperia Z3 コンパクトを、携帯音楽プレイヤーとして使った時にどの程度使い心地のいいものかというのを、ダメなところも含めてですけれども、まあ、いくつか語ってきました。今回はですね、 Xperia Z3 コンパクト、この機種を Android 端末、あくまでスマートフォンとして使った時にどうかというのをお話したいなと思います。はい、いきなり結論からいきたいと思うんですが、Xperia Z3 コンパクト、僕は、名機だと素晴らしいスマホだと思いますよ、 Android 端末としてね。まあ僕は iPhone を、長期間使ったことはあまりないんですが、今までですね、 Android の端末は何台だろうな、かなりの台数使ってきてるんですね。思い出せる限りで2010年から始まって、メモ取ってたの、SO01B Xperia の初代ですね。で、Galaxy Nexus で、Optimus G、 その次がまた LG で、G2 で、その G2 がぶっ壊れて Xperia Z3 コンパクトという風に、何台 ?5 台目ですね。Android 携帯、Android 端末だけで僕はもうすでに5台使っていて、かつ、タブレットだけで4台目か5台目なんですが、Android のバージョンで言うとですね、1.6 バージョン。今いくつでしたっけ？今5バージョンぐらいまでいってるのかな？言ってるのの、まあ、かなり初期の状態ですね。の頃から Android を、長く使わせてもらってます。はい、まあ、Xperia のこと話せっていう話なんですが、ちょっと余談のことをいろいろ言いたいんですが、Android 1バージョン、1台、1点いくつっていうバージョン、皆さん触ったことありますか？まあ、古いユーザーさん、昔から Android に注目していたユーザーさんはあると思うんですが、特に 1.6 あたりの、Xperia の初代の SO01B なんかですね、もう使い物にならなかったんですね。電話帳開くのにフリーズしたりとか、なんだそれっていうような機種だったんですが、その時はですね、まあ、メーカー保証を外してでも構わないからといって、ルート化を行ったり、まあ、いろいろなことをやりながら、結構楽しく Android をですね、触らせてもらっていたんですが、まあ、最初の頃のその辛さを知ってしまうとですね、最近のスマホはどれもかなり動作自体はサクサク動きます。ベンチマークだったりっていうのを気にされて、数字的なところ、まあ、ハイスペックなもの欲しいっていうふうに言われる方もたくさんいると思うんですが、僕自身は今の、処理速度であれば、スマートフォンを、選ぶときに、その、CPU スペックだったり、ロムラムのね、そういったもののスペックをあまり重視する必要性はないのではないかなと思います。はい、ということでここからはですね、 Xperia Z3 実際に、Android スマホとして考えた時の良さ、いくつか語っていきたいなと思うんですが、まずはやはりサイズ感が一番ですね。とにかく今の携帯はもうファブレットなのかって思うぐらい、かなり、まあ、5インチを超える大柄のものばかりになってきました。なのでこの大柄のものはですね、僕は非常に手が小さいので、まあ、女性とかもそうだと思うんですが、5インチを超える携帯電話を片手で使ってると端の方までこうタップできないんですよね。で、僕は4点いくつ、4点台半ばぐらいのサイズで、正直言って普通に使う分には十分だと思います。で、まあ、ポケットに入れるにしてもですね、これ以上大きい携帯はできればあまり使いたくない。なので僕としてはこの Xperia Z3 コンパクトで今もうこのぐらいのサイズの携帯自体がほとんどないんですよね。なので Android を使いたいユーザーさんは特にないと思うので、まず一番はやはりこのサイズ感、手に馴染むっていうのが僕は一番大きい理由なんじゃないかなと思います。はい、先ほども言いましたけれども、まあ動作のサクサクさというかヌルヌル感というかはまあ十分なんじゃないですか。あまりそこも強く求める必要性はないかなと僕は思います。ある程度例えばバックで動いているものをちゃんと切ってあげたりですね、まあ動作をこう早くしようとする努力は、正直言って Android は結構いろんなところが見えているタイプの OS なので、自分で変えようと思えばいくらでも変えられます。なのでそこの部分は自分で勉強して、自分でこう可愛がっていくというのがですね、 Apple 製品にはない、まあ僕から言わせれば傲慢な Apple 製品にはない Android の非常に自由ないいところなんじゃないかなと思います。
ただですね、ここからは、ここからというか僕が一番気に食わないのはですね、僕はドコモユーザーなんですが、まあ日本の携帯メーカーはドコモそうですけれども、必ずそのキャリアの機種というのが出ているわけですね。で、そのキャリアに毒されたような形で、機種を使わせていると。あれは未だにやってますけど、実に悪しき習慣だなと思いますね。僕自身はドコモの公式アプリ系は、まあ、ほぼ使ってないんですが、消せないものもいっぱいあるんですね。で、もし消そうとするとですね、当然ルート化を行って、アプリケーション自体を完全に把握できるような形にしなきゃいけない。でもそうすると今度はメーカー保証がつかない。これ、ちょっといくらなんでもメーカー傲慢なんじゃないかなと僕はずっと思っていてですね、できる限りリファレンス端末を使いたいなと。リファレンス端末ご存知ですか？まあちょっと説明でも適当に出しておきましょうかね。僕はまあリファレンス端末自体を長期間使っていたのはですね、ギャラクシーネグザスだけなんですが、ネグザスは実に素晴らしい機種でした。実に動き自体も動作も簡便でした、動作も実に早いし、あまり僕は不満点がない携帯だったんですけどね。まあ一番は、元々入っている、なんていうの？標準アプリですか？ああいうのが全く入ってない。まっさらな状態で自分の好きなように、基本的に、カスタマイズがしていけるというのが一番大きな点だったと思うので、キャリア標準のアプリケーション、僕は本当に一切いらないです。はい、先ほどサイズ感の話をしたんですが、このサイズ、まあ、ディスプレイサイズもそうですし、本体のサイズもそうなんですけれども、サイズ感とディスプレイのサイズは僕はもう十分です。もうこのサイズでもう大満足なんですが、できれば解像度が 720p までしかないので、1080p まで来てほしかったんですが、まあ、この間新製品発表みたいなものもあったみたいですけれども、残念ながらコンパクトに関しては 720p を継続しているみたいなので、できればですね1080出てくれると、まあ、YouTube のフル HD が見えるんですね。そうすると僕はすごく嬉しいんですが、まあ、いつかソニーさんそういったものをもういかがですか、ちっちゃいものだって高解像なのは僕はいいと思うんですけど、ダメですかね。はい、最後にですね、僕自身がこの Xperia Z3 コンパクトで一番気に食わない点を一つ挙げたいと思います。ものすごく細かい話なんですが、充電スタンドついてるんですね。充電スタンドは僕は使いやすいと思います。充電スタンドがついてるんですが、充電スタンドの上にこう置いて充電しようが、まあ横からこうミニ USB、マイクロ USB ですか？を挿して充電をしようが、なぜかですね、特別なアプリケーションを入れて制御をしたりしない限り、充電を行うと必ず縦横のこの画面切り替えありますよね。画面切り替えが絶対にこうオンになるんですね。僕は基本的にあまり横位置って使わないので、できれば縦でいてほしいんです。で、簡単に単純に言えば、例えばこう寝転がってですね、携帯を見た時に常に僕は縦位置に設定されてるんですが、なぜか充電中だけは必ずそれが自動認識でオンになって横になると画面も横になってしまう。これがですね、ものすごく細かい点だと僕は思うんですが、とてつもなくダメな点だと思ってます。制御できるボタンもついてるんですよ。オンオフできるようになってはいるのに、オフにしても充電を始めると必ずオンになっちゃうんですね。これファームウェアのアップデートでどうにかしてくれませんか。本当に今僕自身はそれを強制的にずっとオフだよとか、ずっと縦だよとか、ずっと横だよっていう風にする、まあアプリケーションいくらでもあるので、そういうアプリを入れて制御してるんですが、正直言ってその点はすごい使いにくいです。はい、ざっくりではありますが、Xperia Z3 を携帯音楽プレイヤーとして、また、スマートフォン、実際のスマートフォンとして、使った場合の感想を僕なりに、語らせていただきました。とってもですね、よくできた機種だと思います。あとですね、オリジナリティのある機種だなと。今時は Android の場合は、まあ特にサイズの部分もそうですけど、
やっぱりエクスペリア、ソニーの作るものというのはですね、結構単一的によくできたものが多いのではないかなと。あまり僕は他のメーカーに目がいかないんですね。ちょっと昔のスマホの話もね、いつかできればしたいなと思っているんですが、LG もすごくいいものを作ってるんですけどね。やっぱり使ってみるとエクスペリアなかなかいいなと。ただですね、エクスペリアちょっと余計なものも多いんですね。まあそのソニーの純正アプリケーションだったりとか、そういうものをね、やっぱりアンドロイドは一番は自由度の高さだと思うので、何かこう強制をメーカー側だったりとかキャリア側だったりっていうのにつけないでもらえれば、もっとそのアンドロイドの自由度というのをですね、一般のユーザーさんが分かってくれるようになるのではないかなと思うので、その点だけが残念ですが、総じてこうたくさんのスマートフォンを使ってきた自分からするとですね、まあ、ある程度いい機種なのではないかなと思います。非常に偏った意見が多かったかもしれないんですが、まあ、少しでもご参考になれば幸いです。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。りょうずでした。